ニメスカッと生活。私の名前は美穂、37歳。旦那の武博は一流企業で働いており、私は専業主婦として日々家事に勤しんでいます。どうしても帰りが遅くなることが多いので、娘のほのかの子育ては基本的に私が担っています。そんな家事で大急ぎの母にとって、ひとときの休息がマミさんとお茶する機会でした。マミさんはほのかと仲良くしているみちこちゃんの母です。マミさんとのランチは主に子育ての話で持ちきり、こちらとしても同世代のママの話を聞くのはためになるのですが、一つだけどうしても気に入らないところがあって、ランチの後マミさんから LINE が来ました。みほさん、今日もわざわざありがとうね。特に勉強の話なんか本当に参考になったわ。もう大感謝。いえいえ、こちらこそいつもありがとうね。勉強の話は子供の性格にもよるから、いろいろ試行錯誤してみたらいいと思うよ。いや、本当にみほさんの話は参考になるわ。亀の甲より年の甲って言うからね。ああそうかな。と言っても私も初めての子育てだから、いろいろ戸惑いもあるけどね。いや、私は18で産んだからまだ全然何も分かってないから。やっぱり30超えるといろいろ分かってくるのかしらね。まあそうかもね。でもね、若いといろいろ得することもあるのよね。ほら、あの店員さんいたじゃない、今日注文取りに来た男の子。ああ、あの大学生くらいの子。そう、本当にあの子顔がタイプすぎて、だからさらっと連絡先渡しちゃったの。それ大丈夫なの？旦那さんにバレたら怒られるんじゃない？いや、だってさ、旦那はどんどんおっさん臭くなってるしさ、最近どこかに出かける機会も減っちゃったから、刺激が欲しいの。刺激。いや、夫のおっさん臭さとか関係ないと思うけど、このことみちこちゃんが知ったら悲しむと思うよ。いいのいいの、この年の妻なんて大体みんなそういうことしてるでしょ。少なくとも私が若い時はそんなことしてる友達は一人もいなかったよ。私は結婚してないけど、結婚した友達はみんな真面目だったから。そんなこと他人に普通言わないわよ。私は美穂の大親友だから言ってるだけ。そのお友達の本性に気づいてなかっただけよ。そうなのかな。ちなみにこうやって連絡先渡すのって何回目？いやいや、もう数えきれないわよ。私中学生の時からものすごくモテるみたいで、罪な女よね。すごいわね。何よ、そんな適当みたいな態度取っちゃって。さては嫉妬してるな。そうよね、やっぱり私が若いからかしらね。そうね、若いっていいわね。そうだ、次の土曜日の家族参観行く？もちろん行くわよ。みちこがちゃんと授業受けてるか見に行きたいもの。よかったら一緒に行かない？一人で行くのもなんか心細くて。あれ、マミさんは旦那さん来ないの？私は旦那と行く予定。ごめん。他の友達にも聞いたけど、意外とパパも行くって家庭多そうだよ。うちの旦那はこの日も仕事。情けないわ。それなら私とマミさんとマミさんの旦那さんとで行かない？別にいいけど、旦那がどういうかわからないから、また決まったら連絡するね。了解、楽しみにしてるわね。このようにマミさんは若さを売りに、私のような年寄りにマウントを取るだけでなく、少々男たらしな一面がありました。ランチのたびに、あの子超かっこよくない？と迫ってくることはもはや恒例となっていました。そして次の土曜日、私は旦那とマミさんとで娘の家族参観へ出席。特に変わったこともなく、家族参観は終わりました。がその日の夜、マミさんからとんでもない内容の LINE が来たのです。ねえみほさん、私たちもう友達やめよう。これからはライバルとして争わないといけないわね。いきなりどうしたの？私何か悪いことしたかな？今日はただ3人で家族参観に行って、その後何事もなく解散しただけじゃない。
あーもうそれが腹立つの。いかにも旦那さんと一緒なのが当たり前みたいな態度。え、旦那？武宏がどうかしたの？私ね、武宏さんに恋しちゃったの。もうあの塩顔が本当にタイプなの。会った瞬間に打ち抜かれちゃった。は？いきなりどうしたの？ちょっと言ってる意味がわからないんだけど。だからその態度が本当に気に食わない。そういうのやめて。私はね、本気で武宏さんに恋しちゃったの。だから意地でも美穂さんから話す。そして私のものにするの。いやいや、本当に何言ってるか分かってる？仮に武宏がマミさんと付き合うことになったら、マミさんの今の旦那さんはどうするのよ。え、そりゃ離婚に決まってるじゃない。あの旦那さん、本当に最近おっさんになってきて、必死に働いてるのがなんか笑えてくるっていうか。とにかく私はあのイケメンを落とさないといけないから。今日の家族参観の時も武宏さん私のこといっぱい見てくれたのよ。若い子にデレデレなのかしらね。悔しいでしょ。ああそうですか、勝手に言っとけばいいじゃない。変なこと言うのはもうやめて。あら、友達に対して負け惜しみかしら。まあそうよね、美穂さんもおばさんになってきてるからね。男はみんな若い女の子に興味があるの。もう諦めなさい。はいはい、わかりました。そんなこと言うならもう関わらないでくださいね。最初からその気満々よ。だってあなたと私は同じ男を取り合う敵だもの。そうですか、わかりました。もうこっちから連絡はしませんから。だから最初からその気だって言ってるでしょ。はいはい、ご勝手にどうぞ。いきなり武宏は私のものだと言わんばかりのライバル宣言をされ、おまけに私を年寄りだと一蹴してくるマミさん。武宏に限って浮気することはないと思いますが、一応本人にマミさんのことをどう思ってるかと尋ねました。すると武宏の口からは私が知らなかった事実がもうわんさかと出てきました。その後もマミさんからの必要な LINE は後を絶ちませんでしたが、私はその間もマミさんをギャフンと言わせるような計画を練っていました。そして作戦決行日が訪れたのです。ねえ美穂さん、今日さ、武宏さんと偶然会っちゃって10分くらい話しちゃった。そろそろどこかのバーに連れて行って告白でもしようと思ってるの。あ、止めようとしても無駄だからね。バーの場所も教えてやらないんだから。ということで武宏奪還の時は近いということでした。どうでもいい報告だったかしら。あのさ、マミさん、もういろいろと手遅れになってることわからないかな。はぁ、ここに来てまだ悪あがきする気？もう遅いって。私は本気なの。ここまで好きになった人は初めてだから。旦那を捨ててまでも本気であの人を愛したいの。だからもう邪魔しないで。一応なんだけど、武宏に聞いたんだよね、マミさんと会ってみてどうだったって。あら、わざわざありがとうございます。それでなんて言ってたの？可愛かったとか綺麗だったとか。変に浮いてたね。だってさ、ちょっとそれどういうことよ。ちゃんと説明しなさいよ。それかこの後に及んで適当な嘘ついて諦めさせようとしてるんじゃないでしょうね。いやいや、嘘なんてついてない。全部本当の話だから。いろんなママと比べても明らかに服装が違ったし、化粧もめちゃくちゃ濃くて思わず何度も見てしまったそうよ。え、じゃあ私のことが気になってチラチラ見てたわけじゃないの？半分本当で半分間違いね。マミさんのことが気になったってのは間違いじゃないみたいだけど、恋愛的な感情は一切抱いていないそうよ。嘘でしょ？そんなことありえない。嘘だ、絶対にない。だって偶然会った時も楽しく会話してたもの。ああ、そのこともね。あたかも私を見てほしいみたいな態度だったからちょっとあれだったそうよ。武宏、優柔不断なところがあるからね、うまく断りきれなかったみたいだよ。いやでも私は楽しく会話してるつもりで。本当、
でもあなたとは話したくないって言ったことで私とマミさんの関係を崩しても困るから、とりあえずその場しのぎの態度を取ったって言ってたけど、何度も僕ちょっと急いで帰らないといけないからって言ったのに、ずっと粘着してきたのは誰よ。粘着って言い方はないでしょ、ただ私の愛が強すぎちゃっただけで。いい加減にして、何でもかんでも愛の強さで片付けられる話じゃないから。立派なストーカー行為になってるの分かってる？何度も興味のない人間に出待ちされて付きまとわれたら誰だって嫌でしょ。もう警察に相談済みだから、明日か明後日には警察が来るんじゃないかしら。ちょっと聞いてないわよそんなこと。警察呼ぶ分には構わないけどさ、それなら私に連絡してから呼んでよね。もう連絡してこないでって先に言ったのは誰ですか？そうやって言われたからこっちから連絡するのはやめたんだけどね。そうしたら毎日のようにあんたから連絡が来るからさ、もう鬱陶しいったらありゃしない。確かに連絡するなとは言ったけどさ、あれはただの冗談だって。そんなことより私は旦那にどう説明すればいいのよ。警察が来てストーカーの件で来ましたなんて言われたら私たちもうおしまいよ。いや、夫のおっさん臭さが最近すごくて離婚したいって言ってたじゃないですか。あれももしかしたら冗談ですか？そうそう、もちろんよ、冗談に決まってるわよ。いや、そんなことないですよね。武博、マミさんの必要な追っかけに我慢できなくなって警察に相談するために話を録音してたんですって。その録音を聞かせてもらったけど、もろ夫となんか離婚してやるって言ってるじゃない。動かぬ証拠があるのにどうやって説明するんですか？それでもまだ冗談って言ってしらを切り続けますか？あー、もう悪かったわよ、私が間違いだった、本当にごめんなさい。確かに変に追いかけすぎちゃったかもしれないし、夫と離婚したいって言っちゃったのは事実だけど、ただの冗談なのは本当なの。離婚なんてしたくない。あとちなみに、私の旦那の武博とあなたの旦那の大輝さん、同じ会社同じ部署の上司部下って知ってます？嘘でしょ？ええ、本当です。なので武博の方から全て説明が言ってると思う。これでもうおしまいね、何も言い逃れできないよ。嘘って言ってよ、もう反省したから。武博さんの追っかけもやめるから。だから本当にごめんなさい、申し訳ないって思ってます。なんか返事してよ、美穂さん、美穂さんったら。こうしてマミさんの元には警察が到着。マミさんには武博に対しての接触禁止令が言い渡され、二度と武博に会うことも連絡することもできなくなってしまいました。さらにマミさんが複数の男性と浮気まがいな行為をしていることを知った旦那は激怒。離婚が成立し、マミさんは子供のみちこちゃんとも会えなくなってしまいました。こうして私の生活に平和が訪れました。がさらに3ヶ月後、マミさんからまたもや LINE が。ねえ、やっぱり武博さんのことが諦められない。意地で連絡先を特定して LINE 送ったのに返事も来ないの。なんとか言ってよ、対等に勝負してよ。いきなり何ですか、そもそも誰でしょうか。マミよ、覚えてないの？あなたの友達よ。あなたのおかげで離婚する羽目になって、おまけに慰謝料も請求されたんだから。こうなったら会いに行ってやるから、首を洗って待ってなさいよ。そんなに言うなら会いに来てくださいよ、ここで全部終わらせてやりますから。うるさいうるさいうるさい、30分待ってなさい、あなたの家の前に行ってやるから覚悟してろ。はいはい、わかりました、どうぞどうぞ。そして30分後、本当にマミさんは私の家に到着。扉を執拗に叩き、武博さんと話をさせてと大声で連呼していました。しかしあの LINE の後、私は警察に通報、到着した警官に取り押さえられて、そのままストーカー容疑で現行犯逮捕されてしまいました。これで私とストーカーと化してしまったマミさんとの戦いは本当に幕を閉じました。皆さんも
こんなママ友には気をつけてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はゆりか。今回は夫達郎の話です。こちらがその達郎。達郎とは結婚10年目になります。私が25歳の時に結婚をして、それなりに幸せな生活を過ごしてきました。子供はやんちゃですが可愛いですし、成長を見るのが楽しみの一つです。これからもささやかながらも幸せな毎日が続くのだろうと思っていました。そんな時に夫がやらかしてくれたのです。それでは夫とのやりとりをご覧ください。離婚？そう、離婚。子供はお前にやるから。理由を聞いてもいい？お前と一緒にいるのが嫌になったんだ。ま、不倫をしててその相手と再婚したいんだ。お前とは違って気が利くし、若いしな。お前より12歳年下だったかな。離婚届に名前だけ書いといて。あ、できればお前の方から提出してくれる？相手の親にも挨拶をしないといけないし、俺忙しいんだよね。その前に話し合うことがあるってわからないの？慰謝料や養育費は？不倫をしていて謝罪の一つもないの？だいたい私に可愛げがないって言うけど、それはあなたのせいでしょ？家事も育児も手伝わない。私だって仕事をしているのに私への気遣いもない。仕方ないだろ、俺は仕事をしてるんだぞ。私だってフルタイムで働いてるじゃない。それなのにあなたは仕事をしてるだけ。私は仕事をしながら家事育児、可愛げを振りまく余裕なんてどこにあるっていうのよ。はいはい、そういうヒステリックなところも嫌になったんだよ。まあ結婚して10年だし、お互い新しい道を歩くのもいいんじゃないか。不倫相手にも慰謝料請求をするからね。は？やめろよ。レナは俺が既婚者だって知らないんだぞ。お前に俺の幸せを壊す権利があるのか。あなた何を言ってるの？そこまでバカだったの？それとも不倫をしてバカになったの？どうバカ扱いするな。バカにバカって言って何が悪いのよ。いい年した大人が私のことはともかく子供のことも考えずに不倫なんて。うるさいな、仕方ないだろ。本気で愛せる女に出会ったんだから、お前には感じたことがない愛情を感じるんだよ。レナには本気の愛ね。もうすぐ40歳になるおっさんが何言ってるの？若い子にチヤホヤされて調子に乗ってるだけじゃない。若い子があなたを好きになる理由って何？そういえば最近お金の減りが激しかったみたいだけど、貢いだりしていたんでしょ？どうせお金の切れ目が縁の切れ目の関係のくせに、純愛ぶるなんてちゃんちゃらおかしいわよ。結局夫とは離婚することになりました。でもこのまま離婚なんてしてやりません。私の苦しみを夫にも不倫相手にも味わってもらいます。ちなみに夫の不倫相手を見つけるのは簡単でした。夫の同僚が不倫相手を知っていて、相手がどんな人かもわからないまま離婚するのは嫌と言うと教えてくれましたから、そこから更信所に依頼をして不倫相手の実家まで突き止めてもらいました。お金はかかりましたが、夫への復讐のためだと考えると惜しくはありません。私の復讐、それは夫が不倫相手の親に挨拶に行く日に離婚届を送ることです。夫ではなく不倫相手の家に、ですけどね。不倫相手は夫が既婚者だと知らないようですからね。果たしてこの離婚届を見て彼女の親、そして彼女自身が何を思うのでしょうね。お前何してくれたんだよ、ふざけるなよ。あら、どうかしたの？あなたの言う通り離婚届は書いておいたけど、不備があったらいけないからあなたに確認してもらおうと思って、急ぎだと思ったからあなたの行き先に送っただけだけど。お前のせいで不倫であることがバレたんだからな。だから何？あなたが不倫をしたってことは事実でしょ。離婚用紙と一緒に不倫相手への慰謝料請求の手紙も入れておいたよ。結婚したいならきちんとけじめはつけてもらわないとね。ふざけるな、結婚話なんて破談になったに決まってるだろ。相手の親もレナも怒って、挨拶に行っても家に入れてもらえもしなかった。
あなたが怒っていること理不尽だってわかってる？不倫したのはあなた。だから私はちょっとした仕返しをしただけ。それの何が悪いの？それとも私なら何もできないと思った？私は控えめな妻であるように意識していたけど、それが本性じゃないの。どっちかといえば結構気が強いタイプなのよね。10年間一緒にいて知らなかった？だからって俺の幸せを。あなたの幸せを壊して何が悪いの？私はあなたから幸せを壊されているのに。離婚になれば子供だって悲しむでしょうね。そんな子にお父さんはあなたがいらなくなったんですってと言えるとでも？これから子供に対してごまかさなきゃいけない気持ちなんてわからないでしょ？自分のことしか考えずに不倫をしたあなたにはわからないわ。夫のことは義父母にも話しています。私に離婚届を突きつけて不倫相手の親のところに挨拶に行ったことを知って、義父母も驚いていましたし、ドン引きしていました。そりゃそうですよね。離婚もしないうちから次の妻候補のところに挨拶に行くなんてまともじゃありません。私が離婚の意思を伝えると、さすがにこれはかばいきれないと義父母も呆れていましたね。まあ離婚になれば孫に会えなくなるので、本当は離婚に反対したかったんでしょうけど、子供にお父さんとは一緒に住めなくなると言うと、どうしてとは聞いてきたけれど、何か察するものがあったのか、それ以上は何も言われませんでした。どうせお父さんが悪いことをしたんでしょうと言っていたので、子供ながらに何かを感じ取っていたのかもしれません。不倫相手からは謝罪と慰謝料を受け取りました。本当に不倫のことは知らなかったようで、何度も頭を下げられましたね。不倫相手の両親も申し訳ございませんでしたと家まで謝罪に来てくれました。結局バカだったのは私の夫だけだったということなのでしょう。おい、お前には慰謝料請求をするからな。俺の結婚を邪魔しやがって。結婚しているのに結婚を邪魔するってすごいね。自分でおかしなことを言ってる自覚はないの？慰謝料？いいよ別に、自分の訴えが通ると思っているならだけど、弁護士に相談しても失笑されるだけだし、あなたに慰謝料請求をする権利なんてないと思うけどね。それより不倫相手から慰謝料請求される可能性もあるってことは覚えておいた方がいいんじゃない？なんで俺が慰謝料請求されなきゃいけないんだよ。結婚していることを隠してプロポーズとかしていたんでしょ？ある意味結婚詐欺師みたいなことをしているじゃない。俺は離婚してからレナと結婚をするつもりだったんだよ。だから結婚詐欺なんかじゃない。せめて離婚してからすればよかったのに。それに不倫期間があったってことも問題だからね。不倫相手もかわいそうに、あんたみたいな男に引っかかって。これがトラウマにならなきゃいいけどね。バカな男に引っかかったくらいに考えればいいけど、それができるかな。お前、自分がしたことを分かってるのか。普通これから挨拶に行くって家に離婚届を送るか。普通結婚しているのに不倫相手の家に挨拶に行く？この時点でどっちがおかしいのか一目瞭然でしょ。不倫相手は夫と同じ会社で働いていたそうですが、今回のことが原因で会社を辞めたそうです。しかも社内の友人に元夫のことをすべて暴露して辞めたのだとか。それがきっと不倫相手から元夫に対する復讐だったのでしょうね。まあ元夫は私のせいで彼女が会社を辞めたと思っているのでしょうけど、間違いではありませんが、もともとの原因は元夫なんですよね。そんなこともわからないのかなって情けなくなります。元夫に対する気持ちが残っているのではなく、あんな男と10年間も一緒にいたということに対する情けなさですけどね。私と子供に近づかないでね。あなたはもう父親としての資格もないんだから。は？俺は父親なのに子供に会わせないつもりか？子供はお前にやるからって言ったの誰だった？あんな言い方をして父親面をできると思ってるの？俺に養育費を払わせて合わせないって筋が通らないだろ。養育費はあなたに支払う義務があるの。子供に会えないのはあなたがバカなことをして子供を軽視する言葉を言ったから。
養育費を払えば合わせてもらえるなんて甘いことは考えないで。あなたなんか二度と子供に合わせたくないわよ。不倫って本当に罪だよね。結局あなたは家族も不倫相手も失ったんだから。自業自得、これからずっと一人で寂しく生きていけば。お母さんたちにも子供を合わせるつもりはないから、一生ネチネチと言われるでしょうね。ざまあ見ろ。それだけ送って私は元夫をブロックしました。元夫は慰謝料で貯金もなくなり、実家に戻るしかなかったそうです。私が予想した通り、お前がバカなことをするから孫に会えないと元義父母からネチネチと言われていると知人から教えてもらいました。元義父母からは孫に会いたいと連絡が来ますが断っています。恨むならあなたの息子さんを恨んでくださいと言っているので、きっとその後にネチネチ攻撃を受けているのでしょう。まあ私にとってはどうでもいいですけどね。子供も最初は寂しがっていましたが、お父さんから遊んでもらった覚えってあんまりないから生活変わらないねというようになりました。強がりな部分もあるでしょうが、それは事実です。もっと子供とコミュニケーションをとっていれば、子供が離婚しないでと言ってきたかもしれません。そうなれば私も考えたでしょう。結局私たち家族を軽く見ていたからこそ、元夫は全てを失ったのです。そのことを悔やみながらずっと生きていけばいいと思います。これから先、年齢を重ねるごとに子供の大切さが身に染みるでしょう。バカなことをしたなと思わせることができれば、私の最終的な復讐は終わりますね。でもそんなことを思うような人であれば、こんなことをしないかもとちょっと諦めています。そんなことより子供と楽しく生きていくことの方が大切ですからね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。どうしてアキコは私のものばかり欲しがるの？アキコだって自分のものがあるのに。だってユミカのものは私のものでしょ。双子なんだからユミカのものは私のものでもあるでしょ。逆は許さないけどね。私のものをユミカが使うのは許さないし。はあ？私の名前はユミカ。今回は双子の妹、アキコの話です。こちらがそのアキコ。私とアキコは双子ですが、はっきり言って私の方が苦労をしています。アキコはわがままで、自分の欲しいものなども我慢しないんです。子供の頃から自分のわがままばかり。そのせいで、同じ双子なのに私は我慢してばかり。だから私はあまり、アキコが好きじゃありませんでした。大人になったら家を出ようと決めていたんですけど、アキコは頻繁にやってきます。それでは、アキコとのやりとりをご覧ください。アキコ、また私のアクセサリーを勝手に使ったでしょう。使うならせめて、声をかけてって前も言ったよね。別にいいじゃん。あれは私が気に入ったから、もらうことにしたよ。え？あんたにしてはいい趣味してるじゃん。やめて。あれは彼からもらったものなの。あれだけは返して。彼氏？あんた彼氏なんていたんだ。へえ、そうなんだ。ねえ、彼氏に会わせてよ。いや、アキコは前もそう言って私の彼氏を奪ったじゃない。そんな過去があるのに会わせるはずないでしょ。そんな昔のことを言わなくてもいいじゃない。あんたそういう根に持つところがあるから暗いのよ。そんなことはどうでもいいでしょ。早く返してよ。返さないって言ってるじゃん。ついでにあんたの彼氏も見ちゃおうっと。アキコが興味を持った時から嫌な予感はしていました。だってそうでしょ。私のものを何でも欲しがる妹なんですから。結論から言えば、私の嫌な予感は当たってしまったんです。彼氏と強引に会った後、二人きりになって、やっぱりこれも欲しくなっちゃったと言ってきたんです。それからアキコが彼氏を略奪するのは早かったですね。気づけば毎日電話をくれていた彼氏が全然電話をくれなくなっていました。おかしいなって思った時にはもう遅かったんです。すでに彼氏はアキコに奪われた後でした。おかしいなって思った時、私は彼氏から別れを告げられたんです。アキコと付き合うからお前とはもう無理だって。彼氏を物扱いするわけじゃないんですけど、
本当に妹は私のものを次々に奪っていきます。さすがにもう我慢ができませんでした。どうして私ばかりこんなに秋子から奪われ続けなきゃいけないんだろうって、そんなことを考えていると涙が止まらなかったんです。ユミがごめんね。私別に彼のことを奪うつもりはなかったんだけど、でもどうしても彼の方が私がいいって、ユミカとは仲良くしているけど退屈だって、あかり私の方が好きだって言ってくれたよ。そうだからって人の彼氏を奪っていいと思っているの？これまでも彼氏だけじゃなくて私のものをどんどん奪っていたよね。どうして、私はどうしてアキコにそこまでされないといけないの？あんたみたいなのが双子の姉って嫌なのよ。ダサいし。でも一卵性だから私と顔は同じじゃん。私がダサくなったみたいで嫌じゃない。その割に彼氏もアクセサリーも結構いいもの持ってるし、なんか生意気なんだよね。だからちょっと意地悪をしていただけ。意地悪？私から彼氏やお気に入りのアクセサリーを奪って、それが意地悪の一環なの？私のことを見たくないならこっちに来ないでよ。私は家を出ているじゃない。もうアキコに関わりたいとも思わなかったのに。大事な双子のお姉ちゃんだし、嫌いだけどすごく嫌いってわけじゃないの。だからユミカが我慢すればいいだけじゃん。ちょっと気に入ったものを奪われるくらい何？なくしたとでも思っておけばいいじゃない。ひどい。さすがに我慢の限界でした。両親に相談をして、アキコとは二度と会わないようにすると伝えました。両親もアキコがしていたことは知っています。だけどこれまで見て見ぬふりをされていました。だからもう両親に反対はさせません。今後はもう実家に戻ってくることもないだろうと思っています。両親のことはアキコほど嫌いではありません。でもアキコがしていることを知っていて何もしてくれなかったことがどうしても納得できない自分がいるんです。今住んでいるところも引っ越して会社の寮に入ろうと思います。会社の寮であれば、アキコが簡単に入ってくることはないと思いますから。一応住所は両親にも知らせていません。会社にも事情を話して、万が一アキコが来ても知らんぷりをしてほしいと頼んでいます。アキコから連絡が来たのは、私が寮に引っ越してから半月後のことでした。ねえユミカ、引っ越したの？今日家に行ったらいなくてびっくりしちゃった。そうだね。もうアキコとは縁を切ったつもりでいるから、実家にも戻らない。今までアキコのことを放置していたお父さんたちのことを何も思わないってことはなかったから。どういうこと？あ、そういえば聞いてよ。私彼と正式に付き合うことになったんだ。なんだかごめんね。でも欲しくなったんだから仕方ないよね。アキコはそうやって自分勝手に生きてればいいよ。私はもう関わり合いにならないから。それから私はアキコと離れるために、会社に移動願いを出しました。会社も事情を汲んでくれたのか、東京の方に移動させてくれたんです。東京は暮らしていた田舎とは違って目まぐるしく時間が過ぎていきました。だからアキコのことで落ち込んでいる暇なんてありませんでした。幸いにも仕事がスムーズにいき、なんとか出世もできました。むしろ私には東京での生活は合っていたようです。でもそんな時でした。再びアキコから連絡が来たのは、東京にいるって聞いたんだけど本当なの？いなくなってからどこにいるのかと思えば。だから何？もう会わないって言ったでしょ。うちの中もうボラボラなのよ。お父さんもお母さんも荒れて、あんたが出て行ったのはお前のせいだって毎日責められて。間違いじゃないよね。私はアキコのせいで出て行ったんだから。まさかとは思うけど自分のせいじゃないって思っていたの？私どれだけあなたに嫌がらせをされてきたと思ってるのよ。嫌がらせじゃないわよ。双子の姉妹なんだからいいでしょ。双子の姉妹だから？どういう理屈？双子だったら彼氏を略奪されても我慢しろって、嫌なところばかり押し付けられても我慢しろってこと？それってまともな姉妹って言える？姉妹じゃなくてただの便利な人ってだけじゃないの。私はそんな都合のいい人になんてなりたくない。都合のいい人になんてしてないわよ。っていうか私の話を聞いてよ。聞いてあげない。だってアキコも私の話なんて聞いてくれなかったでしょ。それなのに、どうして私だけが聞いてあげなきゃいけないの？それにお父さんたちが怒っている理由、ちゃんと話したら？え？家のお金に手をつけたから怒っているんでしょ？だから私と比較されるようなことばかり言われているんでしょ？どうして知ってるの？お母さんたちとはやりとりをしていたから。出て行ってからしばらく経って、二人が謝ってくれたの。今までバカだったって。謝られて許さないなんて、
そこまで鬼でもないから。だったら私もちゃんと謝るわよ。アキコだけは別、これまでの恨みのこともあるし、謝られても許せない。そんな、自分が遊びに行けないからって私を利用しようとしないで。お父さんたちからちゃんとまともになるまで友達とも遊ばせないって言われたんだって。普通そういうのって子供の時に言われるようなことだよ。今更なことをさせられているお父さんたちに同情しちゃうよ。でも今更戻るつもりはないけどね。仕事もそれなりに責任ある立場だし。それから私はアキコとやり取りをしていません。何度もメッセージは届きますが、すべて未読スルーしています。返事を出しても私が利用されるだけです。もうアキコのことは妹だとは思いません。両親に関してはいずれ仲直りの機会があるかもしれませんね。でもアキコと会う可能性がある以上、両親も会いたいとは思いません。私は冷たいのかもしれません。でもここまで私にさせたのはアキコです。そしてアキコの味方ばかりをしていた両親です。その後知人から聞いたことですが、アキコが家を出たそうです。しかも大喧嘩をしていたらしく、近所中の噂になっていたと聞いています。もしかしたらアキコも東京に来ているのかもしれません。アキコは物事のいいところしか見ようとしませんからね。東京に来たから私が成功しているとでも考えているかもしれません。東京は田舎以上に様々なことがあるので、しっかり自分を保っていないとすぐに騙されるような気がします。アキコは騙しやすいでしょうから、そういう人たちから見たらちょろいでしょうね。まあ私にはもう関係ありませんけど。それから2年後、私は会社で知り合った男性と結婚をしました。結婚式も何もしなかったので、会社でも私が結婚したことを知らない人もいるかもしれませんね。結婚してから彼はいろいろなものを私に与えてくれます。家族の温かさなども彼から教えてもらいました。彼から教えてもらった分、私もいろいろなものを返していこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。まさか遅刻をして嘘をつくなんて思わなかった。お前はそんなやつだったんだな。まったく、お前を信用していたなんて俺も見る目がなかったな。確かに遅刻はしたんですけど、事情があるんです。ちゃんと会社にも連絡をしていたはずなんですけど。お前の嘘なんて聞きたくもない。お前はもうクビだ。俺の名前は領事。今回は上司和田さんの話です。こちらがその和田さん。和田さんは結構自分勝手なタイプです。思い込みが激しいというか、自分でこれだと決めたら意見は曲げません。そのため俺を含む部下からも苦手意識を持たれています。でもまさかあんなことになるなんて思いませんでした。普段から俺が信用されていなかったんだなって思わされたんです。それでは和田さんとのやり取りをご覧ください。すみません、ちょっと事情があって遅れています。会議に遅れて申し訳ございません。お前今どこにいるんだ。今日の会議が重要だってことはお前も知っているよな。すみません、事故に巻き込まれたおじいさんを病院に連れて行っていまして。そんな見えすいた嘘でごまかされると思っているのか。俺はお前に教えてやってよな。自分のミスはちゃんと認めて謝れって。ちゃんと正直に話しています。俺は本当に事故に遭ったおじいさんを病院に連れて行ったんです。なんなら病院に確かめてください。病院のやつと口裏合わせている可能性もあるだろう。もういい、お前は会社に来なくていい。クビだ。そんな、俺は嘘なんて言ってません。信じてください。結局俺の解雇撤回はなりませんでした。前もって準備していたのではないかというくらいスムーズな解雇でした。冷静に考えればこの解雇は不当解雇になります。だから叱るべき場所に相談すればなんとかなったのでしょう。でも俺は信じてもらえなかったショックなどで冷静さを保つことができませんでした。まさか人助けをしてクビになるなんて本当にシャレになりません。無職になってしまい、俺は毎日会社近くの公園でぼんやりしていました。再就職先を探さなきゃ生活ができなくなると分かっていてもやる気が出ないんです。どうすればいいのかと悩んでいた時でした。
俺が助けたおじいさんが来たんです。どうしたのかと聞かれたので事情をすべて話しました。おじいさんが気にするかもしれないという考えはこの時の俺にはありませんでした。するとおじいさんは私に任せておきなさいと言ってくれたんです。そして連絡先を聞かれたので教えました。きっとおじさんは気休めで言ってくれたんでしょう。でもその気持ちがすごく嬉しかったです。信じて欲しかった上司に信じてもらえなかったからでしょうね。優しい言葉をかけられて俺は涙が止まりませんでした。そして翌日、和田さんから慌てたような連絡が来たんです。おい、亮次、どうして仕事に来ないんだ。あ、和田さんが俺をクビにしたって言ったんじゃないですか。だから俺はこの数日もう会社を辞めたものだと思っていたんです。いいから早く来い。お前に助けられたって人がいるんだよ。お前が人助けをしたって本当だったんだな。まさかそんな漫画みたいなことがあると思わなかったんだ。それだけですか。ああ、俺を信じずに一度は会社から追い出したくせに、たったそれだけの言葉で終わらせるつもりですか。ああ、じゃあなんて言ってほしいんだよ。なんて言ってほしいのかなんてわかりません。でも和田さんは軽く言い過ぎなんです。俺は会社を解雇されてこの数日失意のどん底でした。これからどうしようって、飯も食えず夜も眠れない日々でした。それなのにそんな軽い言葉で済まそうって言うんですか。会社に戻ってきていいって言ってんだろ。和田さんの言葉で決心しました。もうその会社には戻りません。俺は新しく働く会社を探します。あ、ふざけんな。お前が戻ってこないと困るんだよ。お前は俺の言うことを聞いてりゃいいんだ。どういうことですか。俺が戻ってこないと困るって。お前が助けたじいさんめちゃくちゃ大物だったんだよ。お前が会社に戻ってこないなら主要取引先を引き上げさせるって。だったらその人に伝えておいてもらえますか。俺はもう会社に戻るつもりはありませんって。あ、信じてほしい時に信じてもらえませんでした。病院に確かめてもらえば分かったことなのに和田さんはそれすらしなかったですよね。そんな人の下で働きたいと思いませんし、俺の言い分も聞かないまま不当解雇をした会社にも不信感があります。冷静になって考えると俺は会社に対して訴えられる立場でもあります。いくら和田さんが言ったからって即日解雇はおかしいんですから。でも数日経っているんでそのことで抗議はできないかもしれません。だったらもう会社に戻らないという選択をするしかありません。再就職は決して簡単ではないでしょう。でもあの会社に戻るよりはマシだと考えられるようになりました。仕事が見つからない場合もコンビニのバイトとか何でも食いつなぐ方法はあります。なんとかして生きていくことはできるでしょう。きっとおじいさんは俺が会社に戻れるように掛け合ってくれたんでしょうね。でも俺は戻りたくありません。おじいさんの気持ちを無下にしてしまうことが少し申し訳なかったです。お前が戻ってこなかったら会社全体が困るんだぞ。どうして俺を不当解雇した会社を守らないといけないんですか。それを聞いて余計に戻りたくなくなりました。大変でしょうけど頑張ってください。ちょっと待て、お前が戻ってこなかったら俺もやばいんだ。それ俺に何か問題あります。和田さんが俺を信じてくれなかったことが原因でしょう。これまで俺が和田さんに嘘ばかり言っていたなら信じてもらえなくても仕方ありません。でもこれまで俺は和田さんに嘘をついたことなんてありません。それなのにあなたは信じてくれなかったんです。そんな人たちのいる会社を守りたいと思いますか。嫌なやつだと思ってもいいですよ。俺も自分が嫌なやつだって思いますから。何度でも謝るから土下座でも何でもする。頼むから会社に戻ってきてくれ。いや、いらないです。謝らなくていいし、土下座なんてものもいりません。俺はもう和田さんとは関係のない人間ですから、俺も仕事探しとかあるんで、もう連絡はしてこないでください。元同僚に話を聞くと、予想以上に会社はやばい状態のようです。主要取引先が手を引くだけではなく、俺に対する不当解雇も問題になっているんだとか。
先輩たちは俺を辞めさせたことで抗議をしてくれたそうです。優しい先輩たちだったんですごく嬉しかったですね。ただそんな先輩たちを助けられないのは心が引けてしまいますけどね。事情を説明したら、戻ってこなくていいよ、都合よく使われるだけじゃん、と言ってもらいました。結論として俺は会社に戻りませんでした。驚いたことに、あの時のおじいさんが俺を訪ねてきて会社の面接を受けさせてくれたんです。以前の会社での実績もあったせいか、無事に採用が決まりました。そして驚いたことに、あのおじいさんは俺が入社した会社の会長だったんです。もしかして俺が助けたから採用してもらえたんじゃないかと心配したんですが、会長は笑いながら、それはないと言っていました。助けてもらったことに感謝はしているけど、その辺はシビアだと言われました。お前、いい会社に就職したらしいな。噂を聞くぞ。俺はお前のせいでこんなことになったってのにな。なんでお前だけがそんなにいい目を見ているんだ。俺は別にいい目を見ているわけじゃないです。ただ和田さんが信用しなかったことでこんなことになっているんです。自分でしたことを置き去りにして人を羨むのはやめてくれませんか。俺だってあなたから信用されなくてどん底を味わったんです。何か言いたいなら会社に行ったらどうですか。俺が何かをしたんじゃなくて会社からされたんでしょう。お前が会社に戻ってこなかったからだろう。だから俺はこんなことになっているんだ。謝れよ。俺の人生をめちゃくちゃにしたくせに。自分勝手なことばかりですね。聞く耳を持つ必要がありますか。俺だって言いたいことは多くありましたけど我慢しました。俺があなたの言葉を聞く必要なんてありません。これからも頑張ってくださいね。それだけ返信しました。これ以降メッセージが届いても俺は返信をしません。元同僚に聞いたら和田さんは解雇されたそうです。責任を取らされたといったところでしょう。会長は本当に主要取引先を引き上げたそうです。そのため以前の会社は倒産寸前まで行っていて、先輩たちも会社に見切りをつけて辞めていっていると聞きました。おそらくもうあの会社は長くはないでしょう。まあ俺は自分の仕事に専念するだけですけどね。以前の会社とは少し勝手が違いますが、それでもやりがいがあります。頑張った分だけ昇給も期待できるし、周りの環境もいいです。あんなことがあってショックでしたけど、この会社で働けていけるのは本当に俺の人生においてプラスになっていると思います。俺を拾ってくれた会長に恩しかありません。だからこれからも恩返しができるように仕事を頑張りたいです。俺にできるのは少しでも会社に貢献することくらいですからね。どこまでできるかわからないですけど精一杯頑張りたいです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。私の名前は若菜。今回は妹美智子の話です。こちらがその美智子。私と美智子は8歳の年齢差があります。そのため昔から美智子には見下されていました。これは両親のせいでもあります。私とは違って可愛いタイプの妹を両親は激甘に甘やかしてきたからです。そのため妹にとっては自分の思い通りにいかないことはないと思い込むようになっていました。だから厳しいこと言う私は目障りだったのでしょう。でもまさかあんなことになるなんて。それでは美智子とのやりとりをご覧ください。もうすぐ私の結婚式だけど、ちゃんと私が言ったことは守ってくれるんでしょうね。私に式には来るなってことでしょ。ちゃんと覚えているし、行くつもりもないから安心して。ならいいけど、あんたみたいな不細工が私の姉だなんて恥ずかしいもの。お父さんたちもお姉ちゃんが来ると華やかさがなくなるものね、なんて言ってたしね。そんなに何回も言わなくてもいいよ。最初から美智子の結婚式に参加するつもりはなかったし、家も出ていくつもりだから。出ていくってあんたが？そうだよ。もう新しい家も決めてある。結婚式の最中に引っ越しは終わらせるから安心して。だったら私にとって結婚式の日は最高の日じゃん。もうあんたの顔を見なくて済むってことでしょ。あんたみたいな不細工の妹ってだけで私は昔から屈辱を受けていたの。なんでもっとマシな顔に生まれなかったわけ？本当にあんたって昔から役立たず。お父さんやお母さんだってお姉ちゃんが私みたいに可愛かったらっていつも言うもん。
本当にお姉ちゃんってうちにはいらない人間だよね。おそらく両親自体は何も考えないで言っているのでしょう。ただあまりにも私のことを悪く言う頻度が高いので、美智子も姉は疎まれていると感じているのかもしれません。実際に両親と話す時などは違和感などはないので、悪意はないのでしょう。ただ悪意がなければいいという問題でもないのです。幼い頃から可愛い美智子と比較されて、私の方こそどうにかなりそうなほどでした。美智子がいなくなってくれたらと思う子供だったのです。子供だった自分がそこまで思うんだから、当時の美智子や両親、親戚からの何気ない言葉に私の心はザクザクと切り裂かれていたのでしょう。私をバカにしていたのだから、両親を許すつもりはありません。将来的な面倒は全て美智子が見ればいいと思います。私は必要があれば両親の遺産も放棄するつもりです。はっきり言って二度と関わらずに済むなら遺産なんていりません。何十年も先に入るお金のために今の自分を我慢したくないのです。美智子も結婚すれば縁遠くなるでしょうし、両親は私がいなくなって初めて私の必要さを体感するでしょうね。でも私にとって思わぬ出来事が起こりました。それは美智子の結婚式当日のことです。慌てたようなメッセージが美智子から届きました。お姉ちゃん、今すぐ式場まで来て。何を企んでるの？自分にはこんなにブスの姉がいるんですって公開処刑でもするつもり？そんなつもりはないから、お願いだから早く来てよ。意味がわからない。私は今日引っ越しだって言ったでしょ。だいたいこの前まで来るなって言っていたのに、今さら態度を変えるなんて何？私の結婚相手の両親、お姉ちゃんのことを知っているのよ。会社で一緒に働いているって。同じ部署にあなたの旦那の名字と同じ人はいないけど。別部署だって言ってた。仕事もできて評判もいいのに、なんで来ていないのって言われたの。お姉ちゃんのせいで恥をかくことになったんだから早く来て。私のせいで恥をかく？そもそも来るなって言ったのは美智子の方でしょ。自分に都合が悪くなったからといって毎回私のせいにするのはやめて。お兄ちゃん？お姉ちゃんだなんて呼ばないで。私はもう美智子のことも両親のことも捨てるつもりでいるんだから。あなたから見下され続けてもう疲れたの。そんなあなたに姉と呼ばれても鳥肌が立つのよ。気持ち悪くて今すぐ吐きそうになるの。家族に対して吐きそうになるってひどいじゃない。家族？美智子は家族に対してあんなひどいことばかり言えるの？家族って何でも言い合えるとは言うけど、何でも言っていいわけじゃない。あなたはただずっと私を見下してきただけ。あなたの結婚相手の両親、私と同じ職場で働いているって言ったわね。あんたの本性をしっかり会社で伝えてあげるから楽しみにしていなさい。これが今まで私のことを見下してきた罰よ。今まで調子に乗っていた月が来たんだって思いなさい。やめてよ。もし離婚なんてことになったらどうするの？美智子の本性を知っただけで離婚になるならどうせ長続きしないわよ。今まで私のことをバカにしていた罰だって言ったでしょ。最後くらい何か仕返しをしてもいいわよね。じゃないと私はどうにかなってしまいそうだから。やめろって言ってんだろ、このブサイクが。お前なんかが私の人生をめちゃくちゃにしていいわけがない。お前が何かしたらマジで追い詰めてやるからな。何をしてでもお前を地獄まで追い詰めてやる。やれるものならやってみれば。親にばかり甘えていたあんたに賢いやり方ができるとは思わないけど、はっきり言ってあんたなんかに何かされるほどバカじゃないから。しかし美智子は本当にバカだと分かったのはその日の夜のことでした。母親から電話が来て、急遽結婚式が取りやめになったのだと聞きました。どうやら私とメッセージのやり取りをしていた時、控え室にいたそうなのですが、よほど怒り狂っていたのか、大声で叫びながらメッセージを打っていたそうです。それを美智子のお母さんに見られてしまったのだとか。美智子は義両親の前ではおしとやかな姿を見せていたそうで、口汚く一人叫ぶ姿にきっとお母さんも驚いたことでしょう。感情のままに好き勝手して自滅なんて美智子らしいですけどね。しかも私のことを悪く言っている姿を見せられて、お母さんが美智子の旦那さんにあんなこと結婚は許さないと挙式寸前に言われて、結婚式が進められなくなったのだそうです。なんていうか、本当に美智子ってバカだったんだなと思わされた瞬間です。ただ美智子のお母さんも結構な性格みたいですけどね。普通挙式を中止させるなんてなかなかできないことですし。お兄ちゃんのせいで結婚式が中止になったんだけど、どう責任を取ってくれるわけ？自業自得でしょ。あなたが控え室で一人叫んでいたって聞いたけど、いくら苛立っていたからって
見られたくない人がいる会場では猫をかぶり通すべきだったわね。はっきり言ってもう私はあなたの姉であることはやめたんだから、気安く連絡を取ろうとするのはやめてくれない？なんでそんなひどいことが言えるの？たった一人の妹の結婚式が中止になったっていうのに。たった一人の姉を虐げ続けてきたあんたに言われたくないわよ。何度も言わせないでくれる？あんたはもう私の妹じゃないの。私と連絡する暇があるなら婚約者の両親を説得したら？何度も連絡してるけど出てくれないの。だからお姉ちゃんが何とかしなさいよ。お姉ちゃんのせいなんだから。私のせいじゃないって何度言えばわかるの？本当に思考能力がないの？自分のせいじゃないって思い込みたいだけ？自分でしでかしたことの始末もできないのに結婚？結婚ってそんな甘いものじゃないよ。子供ができたら親としての責任が出てくる。妻として旦那を支える責任が出てくる。責任に対して何の覚悟も持てないくせに結婚のメリットだけを見るなんて最低じゃないの？お父さんたちに何とかしてって言っても何もしてくれないの。頼りにならないの。いつも私の言うことは何でも聞いてくれていたのに。どうでもいいからそういうのをお父さんたちと話しなさいよ。親の愚痴を私に言われても困る。いつもみたいにダダこねて何とかすれば。私も新生活で大変なの。バカな妹のことばかり構っていられない。あんたも人妻になるなら自分のことくらい自分で何とかしなさい。その後私は美智子をブロックしました。両親からも妹と婚約者の仲裁に入ってほしいと言われましたが、きっぱり断ってブロックしました。こういう時だけお姉ちゃんの私を頼ろうとしないでほしいです。あなたたちが甘やかしたから美智子はあんなバカな女に育ったんでしょと言ってやりたいくらいです。ただどれだけ美智子が説得しても婚約破棄は免れなかったようです。しかも式場のキャンセル費用などは全て美智子に請求されて、結構な借金を背負うことになったのだとか。美智子がお金のことで泣きついてきて、ようやく両親も目が覚めて美智子を突き放したようです。はっきり言って両親のしていることも最低ですけどね。甘やかすだけ甘やかして自分たちの手に負えなくなったら突き放すなんて親として最低だと思います。美智子を突き放した後に私の居場所を調べつけてきたようですが、私は両親の面倒を見るつもりはないとはっきり答えました。すると殿下の宝刀のように子供が親を見捨てるのかと言ってきたので、先に見捨てたのはそっちでしょと丁寧に説明してあげました。可愛がってきた分の恩を返せとまで言ってきたので、それは美智子の役目だと思いますとも言いましたね。なんで私が可愛がられていないのに面倒な部分だけ押し付けられなければいけないのでしょうか。美智子を思う存分可愛がったんだから、両親の面倒は美智子が見るべきでしょう。美智子だってこれまでの恩を返すべきです。まあもう少ししたら私は海外に引っ越しますけど、仕事で海外勤務を申し出ていて、それが受理されて半年間の準備期間をもらえたのです。もう二度と日本には戻ってこないつもりでいます。向こうで結婚できるか分かりませんが、日本にいてお荷物の家族に足を引っ張られるのだけはごめんです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。私の名前は真由美。今回は私の義姉の巴の話。こちらがその巴。兄学ぶの奥さんの巴は少し変わった人。結婚してからその本性が出たと兄からもたびたび相談を受けていました。私はまだ独身で今両親と実家で暮らしています。私の実家はこの地域でも有名な豪邸で、そこに巴はしきりに住みたがっていることを私は知っていました。今日もまた巴からこんな嫌味な連絡が来るのです。それでは巴とのやりとりをご覧ください。まゆみちゃん、いつその家出ていくの？早くニート卒業して独立しなさいよ。もう30手前なのに未婚で実家暮らしとかありえないわよ。お姉さん、何度も言っていますが私はニートじゃありません。仕事もしてますし、結婚するまでは実家に住むことの何がいけないのでしょうか。だって私が早くその大豪邸に住みたいんだもん。あんなに立派な豪邸はこの辺でスカッと社の御曹司の家とマダムの実家くらいじゃない。私とマナムが住んでいる今の家も十分広いけど、やっぱりあの大豪邸にはかなわないでしょ。そこで早くセレブな専業主婦の生活をしたいのよ。今のお姉さんとお兄ちゃんが住んでるとこも十分いいじゃないですか。お姉さんは専業主婦だし、お兄ちゃんのお金を好きに使えて羨ましいですよ。あら、それは私に男を見る目があるからよ。まゆみちゃんも金持ちの男見つけて早く出てってくれない？まあまゆみちゃんみたいに地味でブサイクだと高スペック男子を捕まえるチャンスはほぼゼロだけど、やっぱり私みたいに花がないといい男を捕まえられないのよ。
そうですか。とにかく早くあんたに出て行ってもらわないと。いい？あんたは頭が悪いからもう一度言うけど、あの家は長男の嫁である私の実家なのよ。あんたは私の実家に住まわせてもらってるんだから感謝しなさいよね。いや、私の両親が暮らしているので私の実家でもあります。なのでどうして私がいつも出てけと言われないといけないのかちょっと謎なんですが。義士に向かって口答えするなんて生意気ね。ほんといつになったら私の大豪邸でのセレブ生活が始まるのかしら。あんたのせいで待ちくたびれてるんだけど。でもお姉さん、うちの両親との同居でいいのですか？いろいろ気を使うのではないですか？いいわよ。お父さんとお母さんももういい歳だし、もうすぐぽっくり行くでしょう。そんなひどいですよ。そしたらあの家を私と学ぶで占領できるんだわ。ああ、夢みたい。このように、義士の巴は、自分がいかにお金に困らず、楽に暮らしていけるかということしか考えていないのです。それからも毎日のように、巴からは、早く出て行け、だとか、いつ引っ越すの？このニート、といったような内容のLINEが届きました。私はついに嫌気がさしてきたので、兄に相談することにしました。ちょっと、まゆみちゃん。あんた学ぶに私からのLINEがうざいってチクったでしょ。いや、チクったわけじゃないです。お兄ちゃんも知っておくべきかなと思って伝えただけです。そのせいで学ぶに怒られちゃったじゃない。今度買おうとしてたグッチのカバンもダメって言われちゃったんだけど、これもあんたのせいだからね。お姉さんがしつこく LINE してくるからいけないんですよ。私だってお姉さんと円滑な関係を築きたいのに、こんなんじゃ無理ですよ。あんたがいつまでもあの家に寄生虫のように居座るからいけないんでしょ。早く出て行きなさいよ。その件ですけど、私出て行くことにしました。え？ついに？はい、お姉さんにうるさく言われるのも疲れましたし、実は最近彼氏ができたので一緒に住むことになったんです。え？地味でブッサイクなあんたにもついに彼氏ができたのね。それはめでたいわ。どうせ彼氏もブッサイクな庶民なんでしょうけど、とにかくあの家から出て行ってくれるなら私は何でもいいの。ついに私の大豪邸生活が始まるってことね。これで私も正真正銘セレブだわ。友達にも自慢しちゃおう。よかったですね。さ、もうまゆみちゃんは用なしだから早く消えてね。こうして私が引っ越すということを伝えると、巴はかなり喜んでいました。そして巴と学ぶの引っ越しの日が近づいてきたある日のことです。お姉さん、引っ越し準備はいかがですか？あら、まゆみちゃん、順調よ。早く大豪邸に引っ越してセレブな専業主婦生活をしたくてうずうずしてるわ。ではそろそろあのことについてお伝えしておきますね。あのことって何？うちの親の介護についてです。え？介護？そんな大したことないんでしょ？それが最近一気に老けてしまって24時間介護が必要なんです。は？何よそれ。なので専業主婦のお姉さんが家にずっといてくれるということなので大変助かります。え、ちょっと待ってよ、そんなの聞いてないんだけど。兄が説明したけど浮かれすぎてて全然話を聞いてくれなかったって言ってました。私も会社に許可をもらって親の介護が必要だから在宅で仕事させてもらってたんです。私も親が心配なのでたまに様子見に行きますが、あとはよろしくお願いしますね。ちょっと話が違うんだけど、あなたの親の介護をしなきゃいけないなんて絶対嫌よ。そんなのセレブな生活じゃないじゃない。学ぶはお金持ちだからヘルパーさん雇うか施設にでも入れればいいじゃない。学ぶはそんな余裕なくなると思いますけどね。え？どうしてよ。だってこれからあの家のローンの支払いがあるんです。は？ローンの支払い？そんなのあるわけないでしょ。だってあの家もう築何十年って経ってるじゃない。もともとの家はそうですが、学ぶとお姉さんが結婚する前に建て替えを行ったんです。だからほぼ新築並みに綺麗な大豪邸なんですよ。え？嘘。そんなの知らなかったんだけど。ローンはあと10年はありますね。私もそれは今まできちんと払っていたので今度は兄が払う番です。え？でも学ぶならそれくらいお金あればよね。だって高給取りだもの。それは厳しいんじゃないですか。だってこれからローンに加えて親とお姉さんの4人分の生活費を払っていかないといけないんですから。兄も試算したみたいですが、生活はギリギリだけど贅沢しないならなんとかなるって言ってます。嘘でしょ。そんなギリギリの生活嫌よ。私はセレブな生活をするためにあの家に引っ越すのに、しかもそんなんじゃヘルパーさんも雇えないし施設にも入れられないじゃない。もしそうしたければお姉さんが働くしかないんじゃないですか。
そんなの絶対に嫌よ。私仕事したくないもの。もしあの家でセレブな生活ができずにあんたの親の介護に明け暮れるなら、マナブと結婚した意味ないじゃない。私がどうしてあんな不細工なマナブと結婚したとでも思ってるのよ。全ては金とあの大豪邸のためなのに。やっぱりそれがお姉さんの本音なんですね。そうに決まってるじゃない。そうじゃなかったらあんなナスみたいなやつと結婚しないわよ。離婚よ離婚。兄と離婚したらこれからどうするのですか？お姉さん働きたくなかったら誰かに養ってもらうしかないですよね。それくらい大丈夫よ。私のことを好きな男なんていっぱいいるんだから。え、それって不倫してるってことですか？不倫というよりはただのキープしてる彼氏よ。マナムが不細工すぎるから目の保養にイケメン彼氏作って何がいけないの？へえ、やっぱりそうだったんですね。何がよ。兄がお姉さんは不倫してるんじゃないかって言ってたんですよ。それが証明されたってことです。不倫じゃないわよ、ただの遊び。 ATM だって学ぶが役立たずになるならもう用なしよ。不細工で金のない学ぶより、お金がそこまでなくてもイケメンの彼氏と一緒になった方が幸せだもの。へえ、じゃあ兄に伝えておきますね。いいわよ別に、もうあんな不細工に用はないから。お姉さん、まんまと引っかかりましたね。え、何よ。今までの話は全て嘘です。は？どういうこと？お姉さんの本音と本性を探るために兄と親からこう言ってみてくれって言われてたんです。もし親の介護が必要になると言ったらお姉さんはどう反応するか、もし兄がお金なくなって贅沢な暮らしができなくなると言ったらお姉さんはどう反応するか、もし本当に兄のことを愛していてうちの実家に住む覚悟があるなら親の介護だってやりますよね。そして兄がお金持ちじゃなくなったとしても一緒に頑張ろうって言ってくれるはずですよね。お姉さんはその両方ともなかった。しかも不倫まで暴露しちゃうなんて本当にびっくりしちゃいましたよ。ちょっと待ってよ、どういうことよ。騙したのね。騙したというかテストです。見事お姉さんはテストに不合格でしたね。兄のことを ATM としか思ってなく、うちの親を面倒見るつもりが全くないお姉さんはあの家に引っ越す資格ありません。そんな、ちょっと待ってよ、ひどいわこんなの。兄もお姉さんの態度に最近限界が来ていたみたいなんです。だから離婚も視野に入れていた。今回不倫が分かったのでもう離婚は決定ですね。お姉さんとそのイケメン彼氏に慰謝料請求することになると思うので頑張ってください。嘘でしょ、ちょっと待ってよ。じゃああの家には学ぶだけ引っ越すってこと？そうですね。兄はローンの支払いもないですし、うちの親は年金があるので十分生活していけます。親も元気ですから介護も全く必要ありません。つまり兄は今より贅沢でゆとりある暮らしができるってわけですね。そのチャンスをお姉さんは逃したんです。そんな、ひどいわよ、こんなの許せないわ。ようやくうちの家族から悪魔みたいなお姉さんがいなくなって私も清々します。ちなみに私もうすぐ結婚するんです。最近彼氏ができたと言いましたが、本当は3年前からお付き合いしていた人で、相手はスカット社の御曹司なので私は専業主婦になります。はぁ、あ、嘘でしょ。あのスカット社の御曹司と結婚？つまりあの超大豪邸に住むってこと？そうですね。実家より広いので少し戸惑っていますが。何よそれ、超悔しいんだけど。何なのよもう。あんたのせいで全て計画がガタ崩れじゃない。今までのツケが回ってきたんですね。ではこれからはイケメン彼氏と慰謝料返済頑張ってください。この LINE は兄も隣で全て読んでますので、すぐ連絡が行くと思います。そんな、ごめんなさいマナブ。私が愛してるのはマナブだけ。どうか私を見捨てないで、お願いよ。巴の叫びは虚しく、兄はすぐに離婚を言い渡し慰謝料も請求する運びとなったそうです。こうして義士の大豪邸で暮らすというプランは全て崩れ去り、イケメン彼氏にも振られ、今は慰謝料を払うためにパートをしながら一人寂しく質素な暮らしをしているそうです。現在実家では両親と兄が仲良く暮らしています。私も新しい新居で婚約者と幸せな毎日を送っています。もしあのまま巴が実家で暮らしていたらと思うとゾッとするので、このタイミングで巴の化けの皮を全て剥がすことができて本当に良かったです。